ウィンチェスター M1887-1901 はアメリカ合衆国のウィンチェスター社が製造していたレバーアクション式の散弾銃である。ウィンチェスター M1887 は作動方式としてレバーアクション式を採用した珍しい散弾銃であり、最初に成功した連発式散弾銃と言われている。後に M1887 の改良型として、 より強力な無塩火薬の弾薬に対応した、ウィンチェスター M1901 が製造されている。設計を担当したのは、有名な銃器設計技師であるジョン・ブローニングである。しかし、ブローニングは開発当初、三段銃には、ポンプアクション式の方が適切であるとウィンチェスター社に提案していた。しかし、ウィンチェスター社は、自社のブランドといえるレバーアクション式を採用して、 欲しいとの見解を示し、これをブローニングが了承したため、レバーアクション式が採用された。薬室などは、黒色火薬を発射薬にした弾薬に対応して、設計され、こうして完成した10ゲージ弾と12ゲージ弾仕様の、ものは、モデル1887として製造された。しかし、黒色火薬に対応して作られた薬室は、初期の無塩火薬を使った弾薬には、 問題なかったものの、より強力な無煙火薬が出現するにつれて、耐久力が問題となっていった。そのため、強力な無煙火薬に対応するために再設計された、モデル1901が開発されたが、ウィンチェスター社は、M1901 の完成当時、高い人気を誇り大成功を収めていた、ウィンチェスター M1897、ポンプアクション式散弾銃の対抗馬になってほしく、 なかったため、10ゲージのものしか製造しなかった。M1901 に見られる M1887 との相違点は以下の3つである。M1887 は、1887年1901年の間に64,855兆に上る大量、生産が行われた。しかし、改良型の M1901 は、 蒸気の理由で10ゲージ弾仕様しか製造しなかったこともあって、1901年から両モデルの製造ラインが閉じる1920年までの間に14,600兆だけの生産となってしまった。M1887 のシリアルナンバーは64,856で終わり、M1901 のシリアルナンバーはそこから79,455までとなっている。 その後、M1887-1901 の生産を終了したウィンチェスター社は、散弾銃はポンプアクション式のものしか製造しておらず、さらに、世界的に見てもレバーアクション式散弾銃はあまり普及することも新たに開発されることもなかったため、結果的に、かつてブローニングの言っていた意見は正しかったと言える。ウィンチェスター社が製造と販売を終了した後も、 M1887-1901 はいくつかの重機メーカーが近代的な薬室を備え無塩火薬の弾薬を使用できるようにしたものをカウボーイアクションシューティングのため長年にわたって製造し販売していたが商業的な成功はあまりなかった。しかし近年でも3つの重機メーカーが改良などして製造を続けていたり製造の動きを見せている。 h t t p w w w c h i e p p a f i r e a r m s c o m スラッシュプロダクツスラッシュ69ありがとうございます。